はい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 。あまりにも巨人が弱いんで、これまでの CS の3連戦、まあ3連敗しましたけど、それの振り返りと、果たして今日どういった戦い方をした方がいいのか、うん、しなければいけないのか、どういうオーダーを組んだ方がいいのかっていうところを含めて、ちょっとお話していきたいなというふうに思ってます。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、まあ今ジャイアンツが3連敗したとね、僕予想で3連勝するんちゃうかっていうふうに言ってたんで、ほんまに小山の予想は真逆になるなと、逆になるなというふうに視聴者の方思われてるかもしれないですが、やはりまあその吉川尚輝選手のやっぱ存在というのは非常に大きかったんだなというふうに改めて感じますし、まあただまあ吉川選手だけじゃなくて、あまりにも打てないというね、あまりにもなんて言うんだろう、実戦感覚が空いたからなのかそれは知らないけども、でもソフトバンクね、あんだけ強く全部勝って勝ち上がってきてるわけですから、まあ、それを言い訳にするのもね、おかしいな話だと思うので、そういったところで、まあ、一体、まあ、この3戦どういう試合だったのかっていうところを改めて振り返りながら、うん、まあ、DeNA との差なんかもお伝えして、最後、まあ、理想のスタメンというかね、まあ、今日ですよね、本日、どういうオーダーを組んでいった方がいいのかというところについてお話していきたいと思います。はい、まず、結論というか、非常に、この3試合接戦ではあったんですが、めちゃくちゃ大差あるというか、うん、非常にこう実力差があるような、実力差というか非常にその点差以上に、離れてるなっていう感じの印象を全ての試合で感じました。というのもですね、やはりジャイアンツがなかなか点が取れてないというところもありますし、まあ、DeNA の、まあ、シーズン中の戦い方とシーズンのこのね、CS のシーズンの戦い方があまりにも対照的なところがあったんで、非常にね、すごくね、強いチームだなというか、まとまってるな、勢いがあるなというような印象を持っております。で、具体的に言うとどういうところかというとですね、やはりピッチャー陣が非常に、安定してきてるなというふうに思ってます。まあ、はじめ、この CS をやる前まではですね、先発の駒であったりとか、まあ、中継ぎもね、なかなかシーズン中はあまり良くなかったっていうところがあったんで、そういった意味で、まあ、ジャイアンツの方が有利なんじゃないかっていうふうな予想をしてる方がね、非常に多かったと思います。まあ、僕も含めてですけども、多かったと思います。で、ただその先発陣ね、今3戦投げてきましたけども、全てね、いい投球ができていると、特にまあ変化球というところも含めて非常に制球がうまくできている。で、ファーボールを無駄に出すこともなく、まあ少しは出してますけども、無駄に出すことなくね、非常に、要所を締めるピッチングが3投手ともね、全てできてましたと、特に、まあ、やはり戸柱選手の配球というところに関しても非常に、ここでインサイド来るのかとかね、いう、裏を変えたりですとか、まあ、合ってない球種で徹底的に続けたりですとか、そういった意味で、まあ、まあ、シーズン中山本捕手がね、出てたとは思うんですが、まあ、その怪我もありまして、まあ、戸柱捕手と、まあ、伊藤捕手がね、出ることが多かったと思いますが、まあ、このシーズン、このね、CS のシーズンに関しては、まあ、戸柱選手がね、主に、まあ、打撃においてもね、好調なんで、そういった意味で、まあ、ある程度やっぱり同じキャッチャーがずっと出てるというところで、伏線を張りやすかったりとか、うん、まあ、そういったところもあるのかなっていうふうに思うので、まあ、そういった意味も含めて非常に DeNA に流れが来てるんじゃないかなと思います。で、守備というところに関しても、もともとあまりいい守備ではなかったというか、エラーが、セ・リーグで多分最も多いと思うんですけども、非常に、守備を見てるとですね、まあ、1戦目からずっとですね、非常に硬い守備もしてますし、昨日の試合に関しても牧選手のファインプレーもありましたしね、ああいう、まあ、ビッグプレーがあの場面に飛び出すという、まあ、そのチームの運みたいなところも含めて非常に、まあ、はっきり言いますけども、なかなかジャイアンツがここから3連勝するっていうのは厳しいんじゃないかっていうふうに僕思ってます。まあ、その中で、まあ、1戦1戦ちょっと見ていきますと、まあ、1試合目、まあ、2対0ですよね。2対0負けてと。まあ、ケイ投手の中で打ち崩せなくてというところありました。で、賛否を読んだのはですね、まあ、その2番増田大輝、3番オコエというところですよね。まあ、まあ、フェニックスの状態であったりとか、まあ、吉川選手が怪我をしてるとかね、そういったところも含めて、
まあ、おそらく、まあ、実績よりも、まあ、その調子というところでおそらく選んだとは思うんです。だけども、まあ、それがハマらなくてっていうところありました。まあ、ただ、まあ、その二人のせいではなくて、まあ、守備ではいいところを見せてくれてましたんで、決してね、悪くはないんじゃないか。まあ、その中での最善の策を組んだ上で、まあ、2対0で負けてしまったっていうところですよね。まあ、佐野選手にホームランを打たれて、で、筒香選手にうまいことレフト前に打たれてっていうところで、まあ、負けてしまったと。いうところですね。で、まだこの時ぐらいまではまだまあまあまあって感じだったと思うんです。で、この2戦目ですよね。2戦目、先ほど言ったように、まあ、増田大輝選手とオコエ選手が、ま、うまく、まあ、機能しなかったっていうところがあったんで、まあ、増田大輝選手を変えて、で、オコエ選手を前日3番だったんですけども、まあ、2番に据えてというところで、まあ、オーダーをね、まあ、大幅に動かしてきましたと。ただ、まあ、大貫投手ですよね。2戦目の先発ね、DeNA。非常に、まあ、フォークボールというところとカットボールというところの精度が非常に高くてですね、まあ、フォークボールで空振りを取るというところは、まあ、全然ね、あると思うんですが、カットボールでも空振りを取れるというところでね、非常にコントロールも含めて非常に素晴らしいピッチングができていました。で、まあ、結局2対1で負けてっていうところで、まあ、岡本選手のね、タイムリーなんかはあったんですが、まあ、取った後にすぐまたオースティンにホームランを打たれるっていうようなところありましたんで、そういった意味も含めて、まあ、すごくその、点の取られ方というか、点の、多さではないんですけど、点の取られるタイミングが非常に悪いというかね、取った後にすぐ取られたりとか、先制点を許したりとかっていう、非常にそういう、まあ、相手に優位に、試合を進め、させそうなね、させるような得点の仕方っていうのを、失点の仕方っていうところを、まあ、ジャイアンツは、1戦目、2戦目してましたんで、非常に波に乗れないなっていうところはあったと思いますと。うん、まあ、2試合目に関しては5個ゲッツー取ってるにもかかわらず、まあ、まあ、打てず負けてしまうっていうところですよね。で、昨日の3戦目はですね、まあ、結果から言うとですね、まあ、また、2対1というところで、まあ、同じスコアですよね、2戦目とね、負けてしまって、まあ、そのスタメンに関しても、まあ1番に長野さんを据えてね、3番に丸さんを起用してというところで、まあ、大胆にね変えてきましたと、うん、まあ、やはりベテランの力を借りてっていうようなところだったと思います。なんとかしてほしいというところだったと思うんですが、やはりまたもやまたオースティンにホームラン打たれると。で、僕再々言ってますけど、もうアウトハイに投げたらダメよ。ほんま、まっすぐをアウトハイに投げたらオースティンマジでホームランツボやから、もうそこさえ投げなければいいっていうところなんですけど、まあグリフィンもね、その、分かってるんだけど、それはね、それ分かってるんだけど、そこに投げてしまうと、吸い込まれてしまうっていうのも、もしかしたらそのチームの運であったりとか、そういう流れなのかもしれないし、まあ、昨日の試合解説でも言いましたが、まあ、そのホームランの前にですね、その牧選手がビッグプレーね、二遊間のゴロをさばいて、で、4-6-3のダブルプレー取ってるわけですよ。で、その、直後に、まあ、ホームラン打ってるわけなんで、まあ、牧選手が打たしたホームランっていうところもね、十分にあるんで、そういった意味で、まあ、その非常にそのシーズンとこの CS ですよね、全然そのチームが変わってきてますと。逆に、巨人からしても、まあ、怪我人が多いですし、なかなかこう、まあ、巨人はもともと打てなくて負けることが非常に多いんですが、まあ、それにしてもまあひどいと。なかなかヒットも、ね、出てないし、昨日だったら、まあ、5回以降ヒットが1本だけだったんで、そういったところで、まあ、なかなかもうなんかね、盗塁とかもして、ピクイチっていうかね、ピッチャーをこう持って、動き出す前にこうランナーを走ったりするのをピクイチとか言ったりするんですけど、ギャンブルスタートとかよく言ったりするんですけど、それをしてね、なんとかこう流れを変えようとかしてたところもあったんですけども、それも裏目に出たりとかっていうところがあったんで、まあ、シーズンでもそういう裏目に出るところってあったりするんですけど、この CS という一番大事な時にね、うん、それが出てしまうっていうのも、まあ、ジャイアンツの、まあ、その一種の流れかなとも思いますんで、非常にまあここから3連勝するのは厳しいと僕は思ってます。でもまあね、まだ終わったわけではないんで、まあ、ここから3連勝するような策を考えていかなければならないっていうのが、やはりね、もちろんそうだと思いますけども、僕の考え的に、まあ、例えばね、今日負けるにしても、うん、今日勝ったにしても、結局3連勝しなければ日本シリーズに行けないわけですよ。シーズンが終了するわけなんで、もう3連勝できるようなオーダーを組んでいくべきなんですね。
どういうことかっていうと、その3連勝するために例えばこうその選手たちが復調をしたりとかそういったところを期待できるようなオーダーを組んでいくべきだと思うんですね。で具体的に言うと、まあ、今若手の選手とかまあ使って初戦とかね結構使ってましたけど、正直今のその雰囲気でこのどんよりした雰囲気で一振りでとかなんかその一選手でみたいな感じで雰囲気を変えてくれる選手って正直いないなって思うんですね、うん、調子も含めてね思うんでだから僕の考えとしてはもう王道というかもうジャイアンツのもう本当に王道の打線で行ってそれでもし今日勝ってでそれでその流れのまま調子が上がってきて2戦目3戦目っていう風に3連勝できるんであればベストかなと思うんで僕がもし組むとしたら、1番レフト丸2番センターオコエ3番サード坂本4番ファースト岡本5番キャッチャー大城6番、ライト浅野7番セカンド中山8番ショート門脇9番ピッチャー井上もうこれだと思うんです。うん、まあいろいろあると思います。大城が全然打ててないやかないかとかまあいろんな批判あると思います。坂本を3番に置くのかとかいうふうな意見あると思うんですけど、もう結局今日勝とうがその次の日負けたら一緒なんで、だからその実力を出せる選手というかね、うん、実力を出してくれそうな選手、うん、実績があったりとか経験があったりするような選手にもうかけてしまって、でそれでもし今日勝って勢いついてそのままこう2連勝3連勝できるようなオーダーを組んでいかなければいけないと思うんですね。だから下手にこうなんか奇策じゃないけどちょっとこう維持って、なんかこうシーズンと違うような戦い方をして勝ったとしても次の試合その選手たちが活躍する可能性って、やっぱ難しいと思うんです。だからもうがっつりもう王道でいって、もうその王道とか主力今までジャイアンツを引っ張ってきてくれた選手たちをもう信じるしかないんじゃないかなと思うんですね、うん、僕はそういう意見です。うん、まあ阿部監督はどういうふうに思うかわからないですけども、まあ、ラッキーボーイとか、まあよくなんかそういう短期決戦とかで言われますけども、実際今の感じだと出てこない感じがするんで、だったらもう主力というか今までこうね主軸で引っ張ってくれた人をもう信じてもう上位に上げて、打線のこの上に上げて、もう調子は知らんけどももうみんな打ててないんだからどうせ、うん、だからそういう風に組んでいくべきなんじゃないかなっていうのが僕の意見でございます。はい、そんな感じで、まあ振り返りと、まあ今日すいません、めっちゃ言い間違いしますね、うん、なんか今日その前日に撮ってるんでちょっとすいません間違えましたけども、まあ本当僕はそういう風なことを本当思いますし、もう王道で行こうやって、もうどうせもう負けるにしても勝つにしてももう王道で行ってがっつり行ってもう最後ねで、勝てたら勢いに乗ってそのまま行く可能性あるし、で負けたらもう負けたで、もう仕方ないかってもう3連敗してるんだからねって思うんで僕はね、うん、そこは本当に、まあ、阿部監督の、まあ、スタメン発表がね本当に待ち遠しいですし、どういうピッチングをね井上投手がしてくれるのかっていうところも含めて、ぜひね明日まあジャイアンツファンですし、最後までね諦めたくないっていうふうに思いますんで、全力で応援したいと思いますんで、ぜひ皆さんもこれからもジャイアンツの応援と小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。